はい、どうもこんにちは、こんばんは。今回ね、こちら、バトスピブの、お届け物をね、開封していきたいと思います。今日が11月の、30日ですね。はい、もう日付が変わると、多分この動画がアップされている頃にはもう1日になってるんじゃないかなと。まあ、11月分最後の、バトスピブ、届きました。またですね、はい、最近なんかよく当たります。応募してる数はね、そんなに多くないんですよ。ゴールド会員と、シルバー会員一つずつぐらいかな。うん、4種類一口ずつぐらいしかね、応募してないんですけど、まあよく当たりますね、最近。うん、なんか、運がどんどん減っていってるような気がしてます。で、まず開封ですね。もし、多分ね、前と同じだったらちょっとっていうのなんですけれども、今回のやつは、はい、こちら。じゃん。お、来ましたね。戦国魔将。戦国魔将、デストロード。はい、裏 X ですね。はい、前回のショップバトル景品。今はショップバトルこれでしたっけ？前回ですよね。僕持ってないんで、いいですね。嬉しいですね。矢族、10機、系統は矢族10機、7コス4軽減の紫のスピリットですね。このスピリットのアタック時、レベル2の相手のスピリット一体を破壊しますと。で、レベル2、3アタックステップ中に、ソウルコアが置かれている自分のスピリットがアタックした時、相手のスピリットアルティメット一体のコアを2個トラッシュに置くことで、ボイドからコア2個このスピリットに置く。ですね。はい。まあ、レベル2のスピリット破壊するっていうのは、まあまあ、うん、前からちょっと微妙だったんですけども、アタックステップ中の効果ですね。はい。2コアブーストできます。紫で。うん。いいですね。アルティメットを対象に取れるんで、はい。非常にいいやつだと思います。7コス4軽減で3コストで出せるんで、はい。紫はネクサスとかも多く、軽減が使いやすいと。はい。まあ、これが1枚当たりましたと。はい、ということで今回短いんですけども、バトスピブの開封動画でした。